明治鉄道明智一系機動車明治鉄道明智一系機動車明智鉄道明智一型機動車は1985年昭和60年に5両が製造され1999年平成11年まで使用された明治鉄道の機動車である本校では1989年平成元年に1両が製造され2017年 平成29年まで使用された造備車で、車内構造などが異なる、明治鉄道明智6系機動車、明智鉄道、明智6型機動車についても合わせて記載する。1985年、昭和60年11月に、日本国有鉄道明治線を第3セクターに転換して開業した、明治鉄道が開業に際して準備した機動車5両が、明智1型で、その造備車が、 アケチ6系である。富士中工業製の LE カーと呼ばれるレールバス型機動車の一種だが、ほぼ同時に製造された、タルミ鉄道ハイモ230から300型と、同様従来のレールバス型機動車に対して、車体長、幅が拡大され、ボギー車となった。引き続き車体にはバス用の部品が多用されている。アケチ1型には軽量化のため冷房装置が搭載されなかったが、 これは、ボギー式の LE カーでは、唯一の事例であ。る。エンジンは、アケチ1型では、ペロク HT03 を 169kW230PS に設定。アケチ6型では冷房装置を搭載するため同じ、エンジンを 184kW250PS に設定して採用した。鉄道車両として、初めて期間、廃棄。 リターダで構成されるハイドロダイナミックリターダと呼ばれるそもそも即装置を採用している。アケチ1系、アケチ6系全車が正面貫通式、両運転台、トイレなし、アケチ1型はセミクロスシート、アケチ6型はお座敷車としても使用できるロングシートである。アケチ5は1992年、平成4年に車内がロングシートに改造されている。 明智1型は明智10型に置き換えられて1997年、平成9年から1999年、平成11年にかけて廃車され、明智6型は明智100型に置き換えられて2017年、平成29年に廃車された。富士重工業製のレールバス LE カーとして15メートル級の車体を採用した最初期のもので、台車も、 ボギー式となった。LE カーシリーズでは、バス用構え体を流用したため、全幅が 2440mm となっていたが、2台分のたるを接合することで、明智1型では 2700mm となった。前面は貫通式、乗務員室は左側で、乗務員室側にのみ乗務員用扉が設けられた。折戸の客用扉が片側2箇所、両車端に設けられた。 扉間には中央部に下半分が引き違い式、上半分が平面窓固定式の幅 1600mm の窓6組と運転台がない側の扉より 2060mm の同構造の窓1組が設けられたが、明智六型では両端の窓は固定式となった。全車トイレの装備はない。外部塗装はクリーム色で車体裾に下に行くほど、 細くなる朱色の帯が3本巻かれ、車体側面中央部と正面貫通とビラ部は明治鉄道の頭文字 A が異常化されている。明智1型はセミクロスシートで、車内中央部に片側2組、左右計4組の4人掛けボックスシートが設けられた。他はロングシート、明智6型はお座敷車としても使用できる前席、ロングシートであ、ワンマン運転用の機器と、 団体列車に使用されることを想定したカラオケ用マイクジャックが設けられた。エンジンは日産ディーゼル製 P6HT03 ディーゼルエンジンを1機搭載しているが、明智1型では定格出力 169kW230PS1900rpm、明智6型では定格出力 184kW250PS1 900rpm で使用された。動力は、新潟コンバーター製、DB115 液体変速機を介して二軸駆動の台車に伝達される。台車は上枕空気バネ、軸バネ式 FU34D、T が採用された。制動装置は、SME 三観式直通ブレーキが採用され、鉄道車両として、初めて機関、排気、リターダで構成されるハイドロダイナミックリターダと、 呼ばれるそもそも即装置が併用された。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。アケチ1型は冷房装置の装備はない。アケチ 6K 冷房装置はバス用のものを流用した能力 25.6kW、22000kcal ロロ、H の iCup-023 が設置された。1985年。 昭和60年明治鉄道開業に際して、明智1系5両を準備、明治線明智駅へ内駅間の列車に使用され、一部列車は2両編成で運転された。1989年、平成元年に冷房装置を装備し、車内をロングシートとした明智6系1両が増備され、1992年、平成4年には明智後の車内が、 ロングシートに改造されている。登場50年を経過した頃から、代替車両の検討が進み、第三セクター鉄道の標準使用者である、明智十型が1997年、平成9年に登場、1999年、平成11年までに、明智一経前車を置き換えた。明智一は、山岡駅、明智二は、阿木駅に保存されている。2004年、 平成16年4月に前線が集中連動信号に変更され、自動列車停止装置、ATS を装備しない、明智6は編成の中間車としてしか運できなくなった。2009年、平成21年1月に明智6にも ATS が装備され、編成の先頭に出ることができるようになったが、列車ダイヤが出力の大きな明智10型に合わせたものに変更されていため、 炭鉱での運転は通常を営業では行われなかった。明智6は2017年、平成29年3月に明智100系の導入に先立って廃車され、形式消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。